ちょょっとカイジにしましまうかカイジね僕、カイジの好きなシーンで、あの、こういうセリフがあるんですよ。望みに進むのが気持ちいいって人生、望みに進むのが気持ち、えー、気持ちのいい人生ってもんだろうと。まあ、これはね、沼で、あの、金が足りなくて、その、黒服の人に金借りようとしてる時に、あの、 望みにそ、そんな人生でいいのかと。そのいなんか1000万ね、プールしてるんですよね。あの、貯金で。あの、何かあった時にその1000万で海外逃亡するために、あの黒服さんがちょっと用意してたお金を、返しが、安藤さん、それでいいんですかそんな1000万ごときで、海外で。安藤さんはそれはもう望んでるんですかとそんな人生でいいんですか 望みに進むのが人生って気持ちいいもんだろうみたいな感じで説得してその1000万をね、うん、あのもぎ取ってね。でまたあのパチンコするんですけど。<laughs> これね、僕ね、すごく好きなんですよね。うん。そう。だからもう、もうこ,これあれば勝てるんじゃないかっていう。だけど、絶対ではないんですよ。だからその安藤さんが言うように、絶対確証はないんですよ。 でも、この安藤さんのセリフもすごい、すごいなと思うんですけど、カイジ、なんかその、この後ね、なんかカイジが、あの、安藤さんと、もしこれで曲げたらね、あの、まあ、地下、地下に落とされるわけなんだけど、地下でね、ビールを2本おごると。あいビールを必ずおごるみたいなね。で、安藤さんが、カイジ、2本だみたいなね。<laughs> で、借用書、みたいな。 いいや安藤さんマジですすすあれがすごいですねまずあのそのそのなんか開示の交渉人生とはこうなんだってすげえ熱くね交渉してる中冷静にねその日本だっていうのとあとこの借用書ですねでこの借用書がしかもあの千羽ガラスみたいななんかすげえ利子なんですよで結果的に安藤さんはすげえ金額ねその借用書通りね何億円持ってくっていう。 いや安藤さん切れるなーみたいなねすげえなーって思いましたよねだからあそこの場面ってまあそのカイジのセリフからも学ぶことがあるんだけどもその対応の安藤さんの対応の仕方も学びがあるんじゃないかなと僕は思うんですよこ,これはねすごい学びになると思いますこ,ここのシーンっていうのはうんなんかカイジのそのセリフもすごくいいんだけども安藤さんのその対応の仕方ですよね うん、なんかこれすごくここ僕名シーンだなと思いますし、まあ、これをねあのー、描いてる福本さんっていうのはやっぱすげえなって思いますねこれを描けるっていうねうん普通だったら「おお頑張れ行け」なんですよ普通だったらね普通だったら「よしそうだな開示、頑張れもうこれで勝負してこい」なんですよ普通のあれだったらね普通だったら「分かった」 お前がそこまで言うんだったらこの1000万やる持ってけ勝負してこいみたいなシーンになるはずなんですよ釈よークみたいな <laughs> いやーこれ名シーンだと僕は思いますけどねはい望みに進みましょういってらっしゃい